おしょろ環状列席おしょろ環状列席は、北海道小樽市おしょろにある、ストーンサークルの遺跡である。日本の考古学史上初めて学会に報告された、ストーンサークルでもある。1961年3月10日に、国の史跡に指定された。三笠山、ストーンサークル、おしょろ環状席ひもろぎとも呼ばれる。おしょろ環状列席北海道小樽市から余市町に、 かけては80機以上のストーンサークルが確認されているが、その中でもおしおろかん上列席は最大のものである。遺跡は三笠山という小高い山の山麓の標高20メートルの貸し段球場に位置する。遺跡の広さは南北約33メートル、東西約22メートルで楕円形をしている。外側に2メートルから3メートルの幅で、 大きさ10センチから20センチの石が環状に置かれ、その内側に高さ1メートルから2メートルの大石が配置されている。約3500年前の縄文時代後期のものと推定されている。おしょろ環状列石は1861年に発見された。1880年代に札幌農学校の第一期生であるタウチステロクによって、 発掘調査が行われ、その結果を1886年に、渡瀬昭三郎が、大西洋岸で発見されている、ストーンサークルにちなんで、環状石理と命名して、札幌金坊ピットその他戸籍のことという題名で、人類学会報告第1巻1号に報告した。その後、廃石の一部が持ち出されたり、1922年に交代し、 広木と新能の行形に備えて修復されたりしたため、現状は必ずしも作られた当時とは一致しないようである。お書ろ環上列席が作られた目的としては、区画墓と呼ばれる集団墓地だったという説が有力である。区画墓とは墓地の周囲を石などで囲み、生活の場と儀式の場とを区別したものである。お書ろ環上列席の北側に、 お城ょろ遺跡が隣接するが、ここから発掘された巨大木柱は、環状列石とも関連する、最終的な道具だったのではないかと推定されている。ありがとうございます。